好き松山幸せ言葉塾。天高く伸びた杉の木、いやー立派な糸杉の木ですね。今週の幸せ言葉塾は学校、家庭、地域のつながりです。子どもたちの笑顔と未来のために、放課後子ども教室。お、子どもたちがいますね。放課後子ども教室とは、放課後や週末に小学校や公民館など安全に安心して過ごせる場所で、子どもたちが勉強やスポーツ、文化活動が行えるところ。ここ潮見小学校糸杉教室にはおよそ70名の子どもたちが集まってきます。勉強し合ってるんですね。そうですね、ここは高学年が低学年の子たちの、ね、お世話を勉強だけじゃなく、遊びの場でもしてあげてるのが、ね、特徴なんです。放課後子ども教室ならではですね。そうなんです、ここはもう本当に学年を超えて仲良く遊んでくれて、また下の子もこういうお兄ちゃんお姉ちゃんみたいになりたいなみたいな感じで、ね、日々成長していってくれるので。お、囲碁ですね。実は私松本直行、三度の飯より囲碁好きなんです。なかなかやるなこの二人。子供たちは本当に楽しそうですね。はい、子供の表情を見てもらえば本当にわかると思うんですけども、子供たち、学校で勉強はできる、お友達と一緒に遊ぶことができる、それも2年生か6年生、いろんな学年の子と遊ぶことができるので本当に嬉しそうです。特に大人の人に関わっていただくというところがとても嬉しいんじゃないかな。工作があったり、囲碁教室があったり。こちらの学校ではその専用の部屋を設けているんですか？多目的教室というんですけども、そこで、活動をしてもらっています。学校や地域の人たちの協力で始まった放課後子ども教室。平成19年度8教室だったのが、平成27年度には32教室に増加しています。じゃあ今から中庭行きます。はい、どこか行くみたいですよ。行か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 。よっしゃー、放課後子ども教室はどうですか？楽しいです。どんなとこ楽しいかな？遊べるとことか、6時間は宿題だけやけんつまらんし嫌やけど、でもこういう時は遊ぶけんいい。宿題とかをみんなでしている時は聞き合いながら、と勉強ができる。一番下のお子さんが今利用されてるんですね。はい、そうです。一番最初行った時はもうすごく楽しいから、もう毎日行かせてくれっていうぐらいなので、すごく安心しました。鬼ごっことか、ドッジボールとかでも高学年の人とか低学年の人ともみんなと遊ぶことができるので、すごく楽しかったです。僕たち笑い幸せな言葉見つけたね。糸杉の木のように素直に育ってほしい、そんな願いを込め